こんにちは野球グムチャンネルの時間です編集長の武田浩二ですはいお相手ランライター編集担当の演者でございますどうもどうもはい<う>、えー、今日いきなり噛んでしまいましたがなんか楽しいことでもあったのかな<笑><笑>えっと今日のテーマはですねはい、はい、あの野球ガイドクロああとうとう来たねというとですねテーマをですね、うん、私えー、まあまあ最近野球の歴史を調べていって、えー まあ明治の終わりに何かあったんですよ、うん、野球街道クロンというトピックスが。うん、れで何のことかよくわからないから、うん、じゃあ武田さんに聞こうと。いやその頃生まれてないからよくわかんないんだよね。のね、まあ、の野球街道クロンっていうのは、はいまあ、今どうなのかなあの実は野球の歴史の本、まあ、過去にいろんな。 写真集だとかあるんだけど、うん、ガイドクロンだけ抜けてるんだよね。はい、あ。だから勝手にタブーなのかなと思ってたんだけど、うん、まあだけどまあネットでも今だったらネットだとかね、うん、それでもね思ったより少ないんだよね。なかなかショッキングな、うんえー、トピックス名前ですけど、うんうん、どういうものなんですか。えっとね、実はあのー、まあ明治四十四年っていうから千九百十一年に。はい あのー、東京朝日新聞が「はい、野球とその害読」っていうタイトルで、うんえー、22回にわたってネガティブキャンペーンをやったんです野球のねそれがね発端でい、まあ、ろいろと今の野球に少なからずというか大きな大なり小なり影響を受けたキャンペーンになったんじゃないかなとは思うね。おー なんで、そういうネガティブキャンペーンを打ったんでしょうね、うんえーとまあ、よく言われてるのは、早慶、うんまあ、戦とか、はい、まあどんどんその野球の人気がどんどん上がっていったわけですよ。うん、そうすると、今の、ね、野球に似てるというかね、うん、その学校が野球選手をスカウトするんだよね、うんうん、そうすると、うん、まあそれが学校の名誉とか、うん、まあ人気になってきて。うん 引き抜き抜みたいなね部分もあったり、うん、それでまあ選手っていうのは、まあ、ある意味今ではのいう、まあ、プロ野球選手のトップスターみたいな感覚でみんな思うようになって、うん、それである意味こうスキャンダルがだいぶ増えてきたんでね。野球絡みの。そうそうそう,そ,うそれをねやっぱり、まあ、それを見た東京アサヒが、うん、まあ少しずつなんかそういうちょっとずつなんかやってたんだけど、うん、いきなりその1911年の、うん。 秋に野球とそのガイド区という連載を始めたんだよねでその第一回目がまあ二戸稲造さんが昔のご先殺そうですそうです武士道武士道のがメッセージとしてね野球という遊戯は悪く言えば金着きりの遊戯だと常にペテンをかけてやり策略で落とし入れようとしてベースを盗もうとするなど 真中を四方八方に配り神経を鋭くしてやら遊びであるゆえ、うん、にアメリカ人には適するがイギリス人やドイツ人は決してできない、うん、というようなことをやったんであの二戸部先生が言うんだからっていうことでだいぶ説得力はありそうですよね、うん、その偉い先生だってでそう、うん、でやっぱり当時からね二戸部稲蔵さんはただまあその後ね すぐに海外に出張に行ってるわけですよ。<laughs> うんうん、で、これはまあ、よく言われてるのは、新聞社がそれを狙って、新渡、うん、戸さんの記事を出して、うん、あまり。 困れないように当時は海外に行くってなったらもう1年ぐらい行っちゃうわけだから音信がねそうそうそうたっちゃうからその間に進めていこうとしたんじゃないかとなるほでもちろん野球側にも問題はあったかもしれないけどなぜそこまでやるかっていうことをもう一方では東京アサヒがまあ野球はね当時毎日新聞が東京日一日 がもうおだ、まあ、すごくポジティブな側だったんでねそれに対して大阪朝日もポジティブだったんだけど、うん、東京朝日だけなぜかあそのマスコミ内部の,あの権力あは販売力という,うで,、ねうん、で結局当時読売新聞は、はい、まあある程度前向き野球に対して前向きだから、うん、いろいろとやったんだけど最終的に朝日はその。 逆を張ったんじゃないかとあそうだからまあ、うん、言い方悪いけど今で言う炎上商法に近いんじゃないかなああなるほどでもそれに二、うんえー、度見謎を、えー、持ち込んでくるあたりなかなかガチンコですよね、うん、そうですんかだからある意味こうなんて言うんだろうなまあその後ねいろんな学校の先生たちがなんか面白いのありましたよグローブ あの野球のボールを取る時に、うんあのね、順天堂中学校の校長先生が、うんはい、手の甲へ強い球を受けるためああその振動が脳みそに伝わり脳の作用を鈍ら,らせるみたいなことを言ってんんすごいこと言ってるのこれすごいね、うん、あのそういうなんて言うんだろうすごくなんて言うんだろう乃木将軍は将対外試合の時に、はい、勝負に熱中したりあまり長い時間を費やすなど弊害を伴うとか、うん ある程度、それは野球だけじゃないんじゃないかなとか思うんだけどまあそういうことでどんどんネガティブキャンペーンを張ってったんだよねだから、その意味ではそのやなんだろうまあ、よくあるよねまあ,まあまあまあありそうですけどあれ、うん、どうですかこの野球外国論そうそう早々たるメンバーで論陣張って、うんえー、こういう論調で持っていこうとして実際に反応としては世間の反応としてはどんな感じだったぱりあのー。 その後いろいろとあったんだけど最終的にはその行き過ぎたことに対するまあ冷水をぶっかけたんだよね。野でまあだけどやはりその当時から人気はずっとあるので、はい、あの早稲田大学の野球のまあ部長の安倍部勇さんとか、はい、あの作家の押川俊郎って、うん、確かの最近「伊賀展」とかで、はい、あのなんだっけあの世界の。 なんだっけあの役者というかスポーツのさ、うん、ハッシュキッの、あのー、アニメなんだっけ動物な忘れちゃった、うん、<laughs> あの今役者で、あのー、今その離脱店でもそのオリンピックをあの、あのー、推進した作家で押し川俊郎が、はい、もう野球用語の熱弁を振るってね、うん、まあ結局大今度は大ポジティブキャンペーンを、うん、日日新聞とか読売新聞でやったわけですよ。<ー> 討論会までやって、逆にそういうこう盛り上がっんゃ、朝日新聞はじゃあ、思惑としては大外れいや、えっ、ー、とね、やっぱ盛り上がったんだけど、うん、やっぱり野球熱っていうのはもう収まれないんだよね、だから、野球が嫌いな人を取り込もうとしたと思うんだよね、うん、どこに世界にもあるから、<ー>だけどやっぱり野球熱のどんどん上がっていくところには負けちゃって。うん 結局朝日新聞は22回でやめたんだよねだそれが短いか長いかは分からない。だけど結局まあこれも僕はまあ学者でもないしそこまで調べてないんだけど、うんはい、その後更新をやるわけだよね朝日新聞社が。そうか <laughs> っということはやっぱり普通に考えたら商売として失敗したから逆、うん、また逆をやったとしか思えないんだよ。 ですね、なんか、守備一貫ではないですね、やってることとしてはね。うん、だからあの、個人的に野球の大好きな自分として見たら、うん、その野球ガイドクロンということで、うん、もちろん、後ろ指刺さされないような野球をしようっていう前向きな部分も出たと思うんですよ。うん、あなるほど。ただ逆に、うん、その今の日本の野球の今、ちょっとした問題となってる、うん。 ど根性とか野球道みたいな。その何て言うんだろう。もうストイックすぎるような。世界にもっともっと。なんか鋭くなっていったような感じはするよね。完全にその。娯楽としての野球というより、教育としての野球っていうのがどんどん強くなっていった。きっかけを。 作ったんではないかとつまりこの「ガイドクロン」がなければ、うん、もっと無軌道な方向に野球が進んでいった可能性はある、ね、そうだからある意味そういうふうにか、まあい,い気になっちゃってる野球に冷や水をかけさせて、うん、あこれじゃまずいという知識人が、うん、いろんな言論で戦って、うん、やっぱりちゃんとしようということで、うん、大正時代から、うん、その。 昭和にかけての、うん、そうリーグ戦まあ六大学リーグとか、うん、甲子園とかその中東野球とかのね一つのシステムっていうのはこれがきっかけでできた可能性はあるんではないか<ー>だから単にまあ変な言い方出するけどあさい新聞社ひどいことするなっていう見方もあるんだけどうん、うん、もうちょっと前向きに考えた場合に必ずこういう勢力が出てくるとあでもこれだけの反対論者がね、うん、を挙げて、えー、まあ 一新聞社が、うんえー、ネガティブキャンペーンをするという野球ってすごいですねっていう言い方できますねいやもうその通りで当時いろんなだって相撲だってあったわけだし100年以上前ですもんねそうでだからそういう意味ではそのや学生がこんなに熱中してやるスポーツっていうことに対して大人たちは、まあ、っていうのはあるじゃないですかでも、まあ、どこの時代も,の時代もそうです後も その六大学野球にしても関西の,その甲子園のまあ中東野球大会にしても大人が熱中するんだよねね、うんうん、結局ねそう <laughs> 大人が熱中して例えば応援をしもうやりすぎちゃったりとかもうそういうところを考えると民衆のまあなんて言ううだろう恐ろしさと言ったりおかしいけどその辺はやっぱりどの全てのものに娯楽にしてもスポーツにしても出てくる。特に日本の当時は 娯楽は少ないから、うん、野球っていうことに対するその熱はプレイヤーより強かったかもしれないね当時のあ、まあ。野球雲として、ねええ、こういう、まあ、ちょっと、ねあのー、野球ガイドグロンというのが今そのタブー史ではないですけど、うん、まあちょっとその歴史のね、うん、隅っこの方に追いやられているっていうところであるとすれば、うん、野,球野球雲としては、うん、なんかこういった。 ちょっと野球に対してネガティブな見方っていうのもあったんだよっていうのを。そうですね。だけど絶対もう野球の歴史を。例えば文化系の野球をしよう。っていうのは必ず。知らなきゃいけない。うん、で、これをいかに冷静に。文化として見るったり。うん だから変なふうに考えないようにするには、うん、やっぱり明治5年から始まった野球の歴史は令和まで来てる、うん、この野球の歴史のそこに何のどういう影響があったかとか社会とどうつながってたとか、うん、その見てる人観衆民衆がどうやって野球を見てたかっていうのを知る一つの大きな出来事だと思うので<ー>僕は単にさっき言ったように朝日がうんぬんとか言ってよ。 日日新聞がなんとかとか、うん、そういうことよりも、うん、これで何が野球が変わったかっていうふうに見ていった方が面白いいかもしれない,い、ねうんえー、ちょっと勉強になりました、うんね、だまだまだちょっと私も勉強不足でね、うん、あとなんかブログでねじゃあこれに対する参考書はどうなのかとか、うん、それもちょっとアップできたらいいいと思いますね、うん、よろしくお願いします。はい ということで今日の焼きグムチャンネルはこれまでですはい、えー、チャンネル登録と概要欄にメルマガ登録のリンクがあるのでまだの方登録よろしくお願いしますまた次の動画をお楽しみにさよなら